シで作られたプレクトラムサロードは、インドの古典音楽で使われる、弦楽器である。シュタールと同じく、北インドの古典音楽の中では、最も有名とされている。シュタールの甘く芳醇な音とは、対照的に、サロードの音は深く重く内省的な音をしている。低音部の音質は、クラシックギターのものと似ているが、高音部はその音よりか細い。 インド音楽はグリッサンドを多用するため、サロードもまた他のインドの楽器と同じくフレットを持たない。右手で弦を弾くには、ココヤシの殻で作られたプレクトラムを用いる。ペルシャ語で美しい音を意味するサロードは、ペルシャから伝えられたとされている。多くの研究者の話や逸話では、中央、アジア及びアフガニスタンで生まれた、ルバブという弦楽器と先祖が同じだとされている。 13世紀にアミール・カスルーよって改良されたサロードは、ルバブの低音版とも言える存在でもあり、ラルマニ・ミスラは、自助、ボロテア・サンギーット・バードジャで、サロードは、古代のビーナと中世のリバブと現代のサーシンガーが、融合したものだとしている。アムジャッド・アリカーンの先祖であり、音楽家にして、馬商人でもあった、マハンモット・ホッシュミー・カーン・ボンダッシュは、 1700年代半ばにアフガニスタンのリバブを持ってインドにやってきたアトレワのマハラジャの宮廷音楽家になった。マハンモット・ホッシュミー・カーン・ボンガッシュの孫であるグラム・アリ・カーン・ボンガッシュはグワーリアルの宮廷音楽家となり、そのラバーブを今日我々が知っているサロードに作り変えた。しかし、およそ1820年の頃、モダル・カーンの子孫とネオ・マッチュラ・カーンが 同じような開発を行っていたという説もあり、これらの楽器が知らず知らずのうちに似てきてしまったということが考えられる。現在のサロードのデザインは1820年に固定され、レワとシャジハンプルとラクナウで本格的な楽器として知られた。20世紀、サロードはラビシャンカルのグルとしてもよく知られるマイハールの音楽師範アラウディン・カーンによって、 仕上げとなる改良を施された。サロードに関する3つの説にはどれも信頼できる、歴史的文章がなく、普遍的な説よりも純理論的である。コートニー、デビッド、サロッド。デビッドチャンドレ・カンサ・コートニー。2006年12月2日、閲覧。The eyes also speculation among historians that to the, サロッド maybe of iranian or p e r s i a n dissent. アンドザネームサロッドイズペルシアン、ブロートンサイモンツールズオブザトレードサロッド。2006年12月2日閲覧。ありがとうございます。